皆さんこんばんは、カランダです。トランスポートフィーバー2特殊ルールで遊ぶ空想列島開発第3回、今回は新しい産業チェーンとして建材産業を稼働させていきます。こちらの動画シリーズではトランスポートフィーバー2の通常のゲームプレイルールにいくつかの特殊ルールを追加して遊んでいます。特殊ルールは概要欄に記載していますので、そちらでご確認ください。前回までの開発の内容です。最初に鉄道が開業したのは岩槻から厚木の間で、その後旅客鉄道が浅草と小田原の間で営業を開始しておりました。前回営業を開始した旅客鉄道ですが、その後も大変な人気が続いており、駅も乗り合い場所も利用者であふれ返っている状況となっております。混雑に対応するため乗り合い馬車において増発が実施されたほか、旅客列車を増発するための信号場の増設が厚木と浅草の間で行われております。この信号場が設置されたことにより列車の増発が可能となり、旅客列車の運行がこれまで1日1往復だったものが1日2往復へと増やされております。また貨物列車と旅客列車の支障も解消し、貨物列車の待機時間が減少したことで会社全体の収益率も大きく向上しました。初期の頃に比べるとだいぶ資金に余力も出てきたことから、このタイミングで新路線を建設し、新たな産業チェーンを稼働させていくことになりました。現在マップ内に配置している産業チェーンは、すでに稼働している厚木の食品工場と宇都宮の近くにある建材工場、この2つのみを設置しております。これら以外の産業チェーンは今後都市人口が増加した時に特殊ルールに従って設置されていくことになります。この宇都宮の建材工場を稼働させ、深川方面に建材を輸送するために新たに北鉄道という会社を設立し、この鉄道により線路が建設されていきました。宇都宮から深川の間はそれなりに距離があることから、建材だけでは採算が取れません。並行して旅客輸送を行うための準備も進められております。途中川越付近ではこの世界で初めての随道が建設されております。なお随道は特殊ルールにより蒸気機関車時代は長さに制約があることとしております。建材輸送のための貨物船も建設しました。原料となる石材は宇都宮の裏山で採掘できるため、専用鉄道により建材工場へと運ぶことにしました。この専用鉄道には新型の小型蒸気機関車3型が導入されております。3型はパワーと速度が抑えられた経済性優先の機関車となっています。この専用鉄道は宇都宮の市街地を抜けることから、貨車についても粉塵対策の蓋付きの専用貨車が用意されております。旅客輸送も始められました。最初の運転区間は宇都宮小田原間で、それなりに需要が見込めることから初めから12両編成での運転となっております。宇都宮小田原間は当初予測通り利用が大変多く、北鉄道においてもあっという間に黒字化が達成されている状況です。さてここまでは順調に来ましたが、建材を運び出そうという段階になって問題が生じました。宇都宮で生産される建材は最終的に消費地である小田原や深川へと鉄道を使って運ぶ必要があります。北鉄道が建設したのは川越から宇都宮の間であり、川越より南は食品輸送鉄道に合流し、厚木小田原方面へと乗り入れることが必要です。実際旅客列車も食品輸送鉄道に乗り入れる形で運転されておりました。しかし食品輸送鉄道はその名の通り、本来は食品工場へと原料を輸送するための鉄道であり、すでに貨物列車が高頻度で走っております。ここに北鉄道の建材輸送列車を走らせるには追加投資が必要であり、そのコスト負担の面で両鉄道の間で折り合いがつかなかったのでした。そこで最終的に北鉄道は食品輸送鉄道への乗り入れを断念し、独自で深川への線路を建設していくこととなりました。すでに運行を始めていた旅客列車の収入により建設費が確保できたことから、川越から線路を東に曲げ岩槻を経由し、最終的には深川の北板橋に貨物駅が設けられております。また板橋からさらに南の浅草までは旅客専用線も建設され、旅客列車は浅草駅に直接乗り入れる形となりました。1875年に新線の建設が完了し、早速北鉄道の旅客列車は浅草宇都宮間での運行へと改められております。なおこれによって小田原方面への直通列車の運転は中止され、宇都宮から小田原へ向かう旅客は一旦浅草で乗り換えが必要となりました。この北鉄道では我が国初となる旅客列車の急行運転も開始されております。急行運転が実施されているのは宇都宮から浅草までの直通列車です。
この列車、宇都宮から川越まで各駅に停車し、川越を過ぎると岩槻、大宮、板橋の各駅を通過し、浅草のターミナルへと直接乗り入れてきます。これらの急行通過駅については、急行を補完する各駅停車の列車が浅草から岩槻の間で設定され、利便性が確保されている状態となっております。結果として浅草駅に乗り入れる列車本数は大きく増加し、浅草駅の利用者もますます増えている状況となっております。さて、そういった紆余曲折もありまして、1876年になってようやく本来の目的である深川への建材出荷も開始されております。建材の輸送区間は宇都宮の南、建材工場のある小山から板橋の間となっており、板橋駅からは馬車により深川市街地へと建材が運ばれていきます。まだ生産量が少ないので小田原方面の輸送はされておりません。建材輸送が始まったことで深川の発展はさらに加速し、都市人口も大きく増加してきているところであります。といったところで、今回の開発内容は以上となります。今回の開発内容をもう一度振り返ってみていきましょう。今回の開発の大きなテーマであったのは、建材輸送のための新線の建設です。宇都宮から川越を経由して深川方面へ北鉄道による新路線の建設が行われておりました。新線は旅客営業も行っており、宇都宮のターミナルには早速多くの利用者が集まってきております。建材工場は宇都宮の南、小山付近にあり、小山へ建材の原料である石を輸送するための専用鉄道が宇都宮市内に敷かれました。その後、建材工場を稼働させるのと並行して、最初に旅客鉄道の営業が小田原宇都宮間で開始されております。しかしながら、建材輸送列車を小田原方面直通させようとしたところ、食品輸送鉄道の方から乗り入れに対する反対の意見が出されたことから、乗り入れを断念し、最終的には独自で線路を深川まで伸ばし、深川のターミナル板橋へと建材を運ぶこととなったのでした。この新線の沿線には岩槻、大宮といった町があったので、近隣の旅客を浅草へ運ぶための各駅停車の列車も設定され、急行と各駅停車で遠くへ行く旅客と近くの旅客が分離される形となったのでした。といったところが今回の開発内容でした。北鉄道が開業したことで、旅客輸送量、貨物輸送量とも大きく増加を続けておりますが、一方で旅客輸送のターミナルとなる浅草駅は混雑がだいぶ激しくなってきており、利用者からは改善を求める声が多く上がってくるようになりました。これ以上の旅客列車の増発も困難であることから、今後路線の延伸などを行う際には深川市内に新たなターミナルを建設することが必要となるかもしれません。そういったことも含め、次回は旅客輸送の改善と拡大に取り組んでいきたいと考えておりますので、次回の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではトランスポートフィーバー2の動画のほか、鉄道模型や鉄道に関する動画をアップしております。トランスポートフィーバー2の他の動画シリーズや再生リストは概要欄に記載してますので、ぜひ他の動画も合わせてお楽しみください。それではまた次回も動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。